はい、けいちゃんでーす。今回は皆さん、今日は見てる方にですね、麻雀なんですけれど、ダブルリーチというのをお見せします。ダブルリーチというのは、パッと手を開けて最初の第一つぼを積もって捨てた時に天杯、要するにもうそこでリーチがかけれる状態のことをダブルリーチと言います。だからまあこれは全自動卓なので、機械任せ、運任せですから。どれぐらいに出ると思いますか？いやもう100回かかんないでしょ。ネットで調べてみたんですよ、ダブルリーチを。確率、ええ、1500分の1でした。いやだから1500回やると1回出るんですよ。開始。はい。テンテケ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 テン。ダメなんですね。はい。ここもドゥン。近づいてきてるね。近づいてる。まあ始まったばっかりですね。そうっすね。いや、1回転1分、1500分。あんまり良くない。はっ、惜しい。出会いシャンテン、例えばこれが、まあまあ初だったら、これが初だったらもういいシャンテン。雰囲気ある、なんかありますよね。うん、なるかもしれないけど、はい、これもシングルのアジアンシャンテン。え、違う、イーシャンテン。え、これでシャーパーワンキューピンパーピンチーピン来たらダブルイです。これイーシャンテン。あ、すごい、これ来ましたよ。これ行くよ、行くよ。これはこう、ドラがこうだから、ここね、ね、これこれこれ、これを積もるんですね。うん、はいはい、行くよ。はい、あーダメ。惜しい。うわー、そうか。これあるよ。ダブリー。30回ちょっと遠のいてきたね。やっぱ出ないんじゃないですか。出るか、1時間も経ってないのに出ないんじゃないですか。何よ、ケイちゃんは絶対出しますよ。ダメだな、落ち着いてないな。ちゃんとですね、もうなんか出なさそうな感じになってきた。普通にやりたいな。今何回？これが97。ああ、次100回目、はい、山本先生100回でやるって言ってましたもんね。うん、100回ぐらいで出るんじゃないかなって言ってたから、悪い運気が吹き飛ぶらしいです。みんなで飲まれたんだよ。一人でも悪いやつがいると結局誰かが悪いんだよ。誰か悪いやついるんだよ今日。でお清めなんでしょ、ウーロン茶は。タポンタポンになってたぜ。よし、はい、何かなぁ、クソみたいになってきた手が。ちょっと誰か呼んでいい、幸運な人とか呼ぶべきかもしれない。トータルテンボスの大村もよく麻雀やってて、はいはいはい、あいつダブリこの間出してたんだよ。ほう、電話してみるわ。あ、大村？はい。大村さんって、はい。
ダブリーとかよく出すじゃん。マージャンのことですか。マージャンの話、うん、ダブリーとか。ダブリーよくは出しませんよ、それは。いや、お前なんかダブリーをよく出す俺イメージがあるんだよね。いやいやいや、山田もっとよくやらせてもらってますけど、2回ぐらいじゃないですか、出てても。いや、あのね、今困ってんの。はい。ダブリーが出なくて。一人で麻雀やってんの今。はあ。全自動卓ずーんと出てくるでしょ。ブーンと出てきてパンッとめくって、はい、一人でやっててももう限界が来てるから、はい、お願いします、来てください。いやいや、大阪ですよ今僕。え、大阪のホテルですよ今。もう大阪、大阪ですよ、大阪ですよ。相手なら駆けつけれる可能性がありましたけど、うん、そのダブリーに関してはどうしようもできないです僕は。ごめん、じゃあ本当に。何だったんですかこれ。これね、 YouTube の、はい、チャンネルで、はい、知らないかな、はい、ケイチョンチャンネルって。ケイチョンチャンネル、ケイチョン、ケイチョン、ケイチョン。俺ケイチョンって、はい、いうふうに してるの知ってるよね。もう知らないですよ。ケイチョン、ケイチョン名義は。俺ケイチョンで YouTube 界に殴り込んでるの知らないの。いや知らないですよ。カープの、あ、カープのチャンネルは、あれはまたカープのチャンネルでやってんだけど。いや、めちゃくちゃ手当たり次第やってるじゃないですか。どういう言い方だよ。手当たり次第じゃないよ、こっちは。数打つしかないと思いますよね。そうなのよ。ごめんね。はい、大丈夫です。ありがとう。頑張ってください。はい。はい。頑張ってください。はい。失礼します。本当時間の無駄でしたね。やっぱやった方がいいんじゃないですかね。やっぱりこうやってる間にも。だったらさ、うん、俺が今電話してる間にさ、うん、ハイパイ落としてあげるとかそういうことやってくれればいいじゃん。でなんで俺がそれやるんですか、いつもそれ言いますか。チームでしょ。チームですけどね。俺のチャンネルかもしれないけど、うん、ケイチョンチャンネルでしょ、うん、なんすかケイチョンって。ケイチョンってなんですかって。じゃあ早くやりましょうよ。本当おろ、落とせよ、じゃあ。はい、はいよ。ほい。だからやるんだよ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしく。